はい、どうも。それでは8年目の8月からやっていきたいと思います。っていうか5月かな、5月からこの7月のデータ取ったんだけど、なぜかね音声入ってなくて、残念なことにね消えました。なのでちょっと8月からすいませんが行きます。もうラストスパートで、現状はねもうマジックついちゃってんだよね。いやーまさかだよ。もうまあしょうがないかな。まあこういうこともあるわな。まあもうこれは世界一取って終わりっていうことなんだと思うよ。もうラストスパートだよ本当に。急に飛んじゃったし、いやー5月もねいろいろあったんだよ。プレステが動かないとかさあってね。なんか音質悪くね。そうでもない、まあいいか、進めるね。で金も96億になっちゃったしさ、いつの間にかね。よいしょ。で打順も結構いじってさ、いろいろ練習メニューとかも調整したりしたんだよ。でマジック消えるじゃん、こうやって踏んだり蹴ったりで100億いくわけよ。もうこれ日本一も怪しくなってきた。このゲームクリアできんのかな。こんなに強いチーム作ってクリアできないとか、難易度高くね。あ、またマジック出た。 OK 28。さあ100億あるけどさ、100億の使い道あるんですかねこのゲーム。もう FA とお金あれか、優勝したら金をいっぱいあげろってことなんだろうね。そうすると FA しなくなるってコメントにもあったし。よいしょ。勝てないね、思うように勝てない。あーちょっとデータがなくなったというかさ、うまく取れてなかったっていうのがもう悲しい。ちょっと気をつけて撮ろう、ちゃんと動画。よかったよこの焼きつくだったから。プロスピだったらちょっとすげえ悲しかった。よし OK、 あとマジック20。どんな感じか成績は、67勝38敗いいね。清水と村上、この村上がね能力すっげー伸びたんだよ。池山も打点入ったね5番にして。池山5番正解だったかな。後半も後半だね。10年目。でもさこの年優勝できないと9年目がまたもうただの連打だね、ほんとトレードしてんの。6番打者100打点ってすごいね。4番ちゃんと107打点だし、すーげえホームラン数。何本打ってんだろうチーム本塁打。結構な数いってんじゃないかな。今までのさチーム記録って何本なんだろうねホームランって。勝てねー。そろそろあれかな、ピッチャー調整しようかな。よいしょ。
練習でちょっとピッチャーを調整しといて、あれだね、やる気を上げとこう。で高橋由伸がね、もう長打 C まで落ちたからね、もうダメだ。これってさ、こうやると伸びんのかな。あ、違うな、こうやってこうやるとちょっとやってみよう。石川、あなんで川原、なんでなんで、よいしょ、うわーメニュー間違ってたの痛いな、うわー痛いなー、 C にはなってたでしょう、マジかー痛い。伸びてるね、まだ足伸びるか。浜中もまだ伸びてるね。春日部守備伸びてて、塩谷が伸びてて、岡崎は OK、 うーん、富田ダメだね、清水もダメ、村上がまだ伸びて、高梨も伸びてるね、水野もまだ伸びるね。よし、もう8月4週後半なんだけど、いやピッチャーの調整しようと思ったんだけど、能力下がるの嫌だしな。でもしないと世界勝てないよね。やっぱ調整すっか、9月に入ったら。やばい、今息吹きかけたからブワーッと落としたんじゃないの。気をつけよう。石川3勝15勝2敗素晴らしい。誰、ウジモンか。ウジモン足速いな。2軍ついにいなくなった、いい選手。お、石川さすが。飯塚はじめ、あの人ノーラしてたもんな。お、松永いいな、欲しいな。さあいくらかな。お、黒字です、稼ぎます。村上良三ついに首位打者、いいね。高橋和美いいね。ウィリアムスまだ頑張ってんのか。川島まだ24だからね、当番抑えやれるでしょう。早熟だとしてもあと 2,3 年をやれるだとやれるだろうしね。え、ファンクラブ減ってね、気のせい。27万人いなかったっけな。まあいいや。うわー、球場設備これやっちゃっていいのかな、すげえ迷う。川中、ああ、あの川中じゃねえや。パワーヒッター、若いうちに才能。どこにしようかな、ピッチャーかな。よいしょ、まだ見つかるかな、何人か。よし、9月だ、ほんと終わりが近い。もうチェック中。
西部化の続ける練習調整しよう。次こそ調整だね、ちゃんと。ピッチャー石川さん調整して、草抜き調整、湯涌間調整、久保田調整、五十嵐さんも調整して、鴨志田伸びてるよね、まだエースになりうる。スタミナないけどね。阿部慎 OK。ジモンも調整し、トミちゃん調整、清水調整、いいか。上向いてきてる。寺原か、寺原調整させるか。加工気味、なんとか持ちこたえて、浜中まだ伸びてて、伸びてるね、まだ伸びてるね、ここら辺。よしよし、上向いてきてる。村上良三マジでやばい、どんどん伸びる。何歳、まだ25か。水野も伸びてるね。でも27か。よし、調整もちゃんとしたし、 OK、 マジック7。ファンクラブにも金めっちゃかけよう。100億あるしね、使わなきゃもったいねえよ逆に。ファンクラブあってのチームでしょ、もう。オッケー、次で終わりかな。よし、ちゃんと優勝はできたぞ、8年目に。次は日本シリーズだ。大事な日本シリーズが待ってる。さあ頑張ろう。よし、優勝マジック1いきます。オッケー、リベンジだね、日本一は。まずよし、ペナントレス制覇。オッケー、20ゲームつけてる。よしよし、順調、ここまで順調。草抜きノーヒットノーランだったんだ、最後の優勝した年、優勝した最後の試合は。すげえな、マジック1の時。まあここからも休んでくれ、とりあえず。調子上向いてきてるかな。いいね、調子いいね、みんな悪くはないね。 OKOK、 勝たなくていいんだけどね。よし OK、
さあ早く10月になれ。今シーズンノーヒットノーラン多いね、ほんと。キサヌキ含めね、何人もいたね。引き分け、あ、パリーグも決まったか。どこだ、誰だ相手。ホークスか。来た、ホークス。前回やられてるからね。よいしょ、今回は負けられないよ。世界一だよ。キューバが、2年前は優勝してたんだっけな、確か。とりあえずキューバとグループが分かれてくれればいいかな。よいしょ、 22.5 ゲーム。よし、9月4週後半です。いよいよ10月。22対0、5対4、OK。完璧。さあ、ホークススランプなっといて。絶対日本一になりたいんだよ。さすがにこっからプラス2年は辛いぞ。注目選手、お、川島。なんでかな、打たれんのかな。4割打ったの、すごいんだけど。打点もすごいんだけど。お、福良さん2軍だった。福良さんトレード4位だな、完全に。MVP、 お、キサヌキ、ノーヒットノーランのキサヌキ。岩村も頑張ってんね。大下やん。お、立山、健吾、誰かわからないけど、4割2分5厘の8本はすごい。さあ、いくらかな。3億収入なかったね。グッズがなかったのかな。維持費やっぱ上がるよね、球場。上げなくていいや。まずは3000円とかでマックス入んなきゃまずい。よっしゃ、シリーズ調整しよう。日本シリーズだから5000円。よいしょ、新人なんだよ、任せるわ。よっしゃ、10月来た。なんだ、フジモン100盗塁、すごいじゃん。本当はこのゲーム記録を抜いていくのが面白いんだよね。清原とか出んのかな。清原で800とか打てんのかな、ホームラン。清原好きだったな。なんであんなの薬とかやっちゃったかな。9000人しか入んないんだけど。さすがに5000は高いよな。赤字やん。客が入んないと赤字なんだな、やっぱり。あー怖え、日本シリーズ。
全員調整にするかな一回。練習全調整。もう一軍オッケー。村上も調整して、よし、さあ始まるよ。さあ日本シリーズ、もう金かけていこう、どんどん。開幕しました。さあ行きます。オッケー、オッケー、金で物言わせた。1億出してもバック4億か、素晴らしいね。なんだインフォメーション、あー帰ってきたのか。わー坪井か。強いねー、これが C ランクですからね。あーアウェーか、やべ終わっちゃうよこれ。 OK4 連勝、リベンジ成功。あざっす、圧勝でした。さあやってまいりました、世界。さあ終わるよ今日で。セーブ、ここで万が一落ちても平気にしとく。さあいや試合飛ばしてみないで、ちゃんとあれだね、見るか。あー怖えちゃんとコーチとかも変えたしな今回は。優勝旅行、フランス行こう。石川、あすごいね。あタマちゃん打点を取った、やりました。わすごい、ベスト9やばい。村上良三入った。あーでも守備のゴールデングラブは入らないのか。石川か、さすが。あー井川懐かしい日々。井川
戦略構想について報告いたします。投手と二塁手に人材が不足しておりますと。やっぱ投手か二塁手か。あとセカンド今誰だ。あ、フジモンだけだ。確かに5億痛い。お、ファンクラブ増えてる、29万人。さあ世界選手権行こう。インフォメーションファンクラブの、あー森と清水 S になってる。村上良三さあやってまいりました。2年ぶり。セーブ怖え。勝てるかな。ドキドキや。一回戦負けさすがにないよね。え、あー国わかんないけどキューバは離れてるかな。離れてるな。オーナー賞8000万、スタメン、村上良三でいいじゃん。高柳、田町、池間5番、清水が1番だな。阿部が6番で、高梨調子悪いけど高梨使って、フジモンが2番だな。赤柳後ろでいいし。なんで調子悪いのこんなに。高橋和美にしよう。よし、また相手みんな忘れた。プレイボール。さあ行こう。何点入る何点入る。1点入ったよ、1点、2点入ったよ。怖いね。 OK、 初回大事よ初回。OK、 入んないね、なかなか。初戦大事だからね。おいマジ？なんだよこのめっちゃいい試合。うわー怖えー。まだヒット1本しか打たれてねえのかよ。しかも4本で2点か。怖えー。うわ
なんだよこの試合、もう1点欲しい。うわー、同点。やめてさよならは。オッケー、おっしゃ、1点入れた。おっしゃ、ホームラン誰だろう、打ったの。怖え、イタリア、怖え、イタリア。池山が打ったのか、よかった池山にしといて。あ、ガリガリ上がってる。よし、イタリアには負けられん。プレイボール1点、 OK、 大事よ1点。お、3点いいね、幸先いいね、幸先いいね。また投手戦か。いや、いいよ。お、これはさすがに勝ったんじゃないか。あ、まあ1点ずつ返されると怖いな。 OK、 大事、1点取られた後に1点取るは大事だね。 OK、 完璧、ホームラン。誰や、アウェーでよく頑張ってんな。よし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 、よっしゃ、勝ったなこれは。オッケー、よし、イタリアには圧勝。うわー、アメリカか、さすが。キューバか、キューバだよねあれね。あれ今俺に金入ってた？何、球場全部うちなのか。ふう、疲れた疲れた、2回戦。光栄、もう池山のおかげだな、あの1回戦のあの延長戦を制したのがでかかった。ずるずるいっちゃいそうだったもんな、さよなら負けだったら。またアウェーだ、また打順戻ってる。清水1番の、フジモン2番の、ここ OK で、阿部が6番。で、吉信は使わないけど、あー、ダメだ、使うしかないか。水野に使うか、水野使おう。投手誰だ、調子いいの。岩隈だな。よし、怖い。プレイボール、ちょっとずれた。おっしゃ、ホームラン。初回に点入れる率が高い。1点と、あー同点。誰だピッチャー、岩隈が投げてる。まだピッチャー交代するか。うーん、いやー
これ延長戦行かないでね。いやー、終わった。やばい、いわくまダメだ、マジで。エース使おう。さあプレイボール。いやー、初回に点入んない。今度、うわー、2点も入れられた。マジで言ってんの。お、同点。とりあえず同点。オッケー、逆転。あー、危ねー、この試合危ねー。打たれたホームラン。パワーある人多いな。オッケー、逆転。オッケー、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 オッケー。もう2点。オッケー、オッケー、オッケー。9対4。よっしゃ。石川さすが。ここはもうキサヌキだよな、どう考えても。全員絶好調だったよ。しかも1億の1億ってでかいな。最高、プレーボール。絶好調だよ全員。初回に1点。いや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 、もう3回いっちゃう。怖い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 。1点も入んないの怖い。オッケー、同点、逆転。オッケー、逆転。オッケー、オッケー、6点。でかいでかいでかい。打線爆発でかい。ピッチャー誰？ピッチャーこっち誰？キサヌキ投げてる、まだ。11対1、オッケー。キサヌキも最後までいって。いいよ、打たれていい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 よ。最後まで、カモシダか、怖い。オッケー。ふう、決勝来た。アメリカか。おお、来たアメリカ。来た来た、終わりが見えてきた。さあこのチームで世界一になって終わろうぜ。もうこれ以上のチーム作れないから。いやー、どうなるかな、マジでアメリカだ。さあいよいよラスト、いきます、ラスト、ラスト参戦、行きましょう。うわー、調子悪い。キサヌキ、さっきのピッチング見せてくれ。なんで、なんで最後調子悪いの。つらい。プレイボール。アメリカやばい、怖い。怖い。打線爆発してくれ、頼む。奇跡の大爆発してくれ。オッケー、2点入れた。もうあと5点、あと5点。欲張ってあと5点。オッケー、3点。
オッケー、5点入れた、本当入れた、本当入れた、やった、10対0、きた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 、11対0、きた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 おじさんだ、きたきたおじさんだ、おっしゃー、キサヌキ完封。感動するわ、キサヌキマジで感動する。お前すごいよ、お前すごい。いや、岩熊は、ああ石川さん、和美に行かせよう。え、打順、ちょっと待って、打順俺いじってなかった。こうで、よしよし、さあ頼むよマジで。プレーボールホームラン、プレーボールホームラン、よし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 、4対0、かずみ頑張れ。おお7対0、マジ5対0、え10対0、マジマジで言ってんのこれ、え10対0、え14対0、やった世界一なったわ。あ、17対0、あ、なったわ、18対0、何この安心して見れる試合、やば、21対0、打線組み替え成功なんだけど、え23対0、え24対0、え、やば、あ、圧勝なんだけど、あ、世界一圧勝でなったわ、マジかよ、27点なんて取られようがないんだけど、おいおい止まんねえよ、30対0なんだけど、31対0なんだけど、え32対0、はい、え34対0、なにこれ、ええ、よし、さあ何回使えるんだっけ、変えるの、ピッチャー交代したい、使われる、ピッチャー交代してる？選手の交代です。あ、上部ならオッケー。ピッチャーの交代をお知らせいたします。ピッチャー上部剛。上部剛まで行ってくれるんだ。4番シグルズ。おお面白い。ホームラン37本も打ってる。オッケー、ナイスボール。阿部ちゃんと上部いいね、35対2だからな、打ったファール、ファール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 、もう一回フォークでいいよ、フォークで、いらないって牽制とか、点数あるんだから考えろよ、ランナーいらないって気にしないでいいって、1球見ましてカウント2エンド1、気にするとこじゃないから、これは大きい、えファールでしょ、大きな当たりでしたが、やばいねこの4番、カウントは変わらず、よく抑えてたな、見送ってカウント2エンド2、ジョーベ頼むよ、余裕だろここ、何やってんだよ、打たせて取ろうよ、おーいい、
そういうのいらないな。サンダース三振三振三振、すごいな、抑えてんな5番を。 OK、 それだよ、満塁なんか楽しめばいいんだよ。45分打ってんじゃんこいつ。どこに打ち上げたかがわからん。タッチアップ、いいよ1点ぐらい。ホームイン、ビュレット、続いてのバッターは6番ビュレット。ビュレット、オッケー、空振りストライク。打線爆発だな本当。44本、すごっ。打った、おい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 、中継打つね。これもやばいんじゃないの、パワー。どうやって勝ってたんだよさっきまで。これああ40本打ってるわ。 OK、 大振りだよ。OK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 、打たせて取ろう、打たせて、え、入ってんべ。おっしゃ三振、ナイスピッチ。アメリカ代表この回3点か。さあ村上、たまちゃん、池山だからここは楽しみだね。相手ピッチャー交代か。これ怖いな、時間かかるな結構。お、ピッチャー交代かな。さあ村上良三、フォアボールフォアボール、右アンダー、四球、左ツーベース、センター前、わ素晴らしいね。村上良三が育ったのは本当でかかったな。スチュワート3割5分1厘だもんな。タイミングバッチシーン、103打点か、素晴らしい本当に。いや危ないよ、え、ベンチ誰もいないの。カウント2エンド1、オッケー。風かかるね。オッケー、ナイス戦だ。肩痛いのかお前。いい構えだ。あららららららら。一塁へ送球、アウト。まあ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 、たまちゃん、あ、ホームラン打ってる。あ、今日たまちゃんめちゃくちゃ当たってる。あっ、飛ばせたまちゃんって聞こえた。おい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 、ふざけんなよお前。顔は岡本にだぞ。33本、143打点、素晴らしい成績を残してます。カウントはノーツー。これも外れました。カウントノースリー。タマちゃんにビビってんじゃねえよ。スチュワート言いづらいし。わお。フルスイングいいね。ほら、勝っ飛ばせタンマーちゃんだよ。ああ、ナイスフォアボール。さあ、池山。あ、池山は、ああ、すごいな。フォアボール、フォアボールで崩れてたのかな。フォアボール多かったね。相手コントロール悪かったんだな。助かったな。
ストレート入りまして、カウントはワンストライクワンボール。わあ、33分打ってる池山。これはボテボテの当たり。ゲッツーや。一塁へ送球。あら、ゲッツーじゃなかった。ツーアウト二塁。さあ、ベーシン。このチャンスを生かせますか。さあ、頑張っていこう、阿部慎。おっと、打ち上げた。え、1球で終わった。ファールフライで3アウト。さあ、最後ジャイアンツ無得点でこの回の攻撃を終了しました。9回の裏、アメリカ代表の攻撃。ピッチャー交代です。さあ、ちゃんと抑えピッチャー出すよ。監督、抑えのエースを投入してきました。そりゃそうでしょ、当たり前でしょ。さあ、もう35点だからね、30点ぐらいまで取られてもいいよ。いいね、コントロールもいいからね。久保の番号引き継いでるからね。見送りまして、いいよいいよ。ワンボール。さあ、世界一に向けて。空振りストライク。オッケー、持つストライク。ワンボール。そう、ま、ただね、球速遅いんだよこのピッチャー。オッケー、ワンアウトよ、ワンアウト。アマロ、さあ、アマロ、アマロ大したバッターじゃないよ。打ち取っていこう、一つずつ。いいフォークや。オーケー、またフォーク2球続けたね。まっすぐ高めでもいいんじゃないの。オーケー、スライダー三振、パーフェクトリリーフか。さあ、1番かロバーツ、打率良さそうだな。3割2分5厘、ホームラン18本。おお、コントロールいいな。なんでこれ日本で打たれたんだ、こんなに。 4.42 も打たれるピッチャーじゃないんだけどね。これはボテボテの当たり。勝った。一塁へ送球。やりました。そしてこの瞬間、世界一が決まりました。やりました。終わった。ジャイアンツ2連勝で世界選手権を制覇しました。世界の頂点に立った選手たち、世界一の頂点立ちました。ちょっと鳥肌なんだけど、マジですげー長かった。うわー、残念ながら時間となってしまいました。それではごきげんよう、さようなら。はい、ごきげんよう、さようなら。よっしゃ、うわ、やばー、何この試合。清水か。え、5打数3安打9打数ん違うな、9打数6安打、5打数4安打、6打数4安打、6打数3安打、8打数2安打、7打数4安打、8打数6安打。おお、トミちゃん4打数のヒット。いや、ピッチャーがすごいって、カズミが。カモシだ、さすがだな。おお、オッケー、完璧な試合だった。いやー、来たー、ついに来たー。金もすごい入る。もう金いらない。
うわー、いや最後の試合が一番打ったね、気合入ってたね。見て、今回の世界選手権はなんで大事なとこかむんで、ジャイアンツが制覇しました。おめでとうございます。え、それだけ？え、もしかしてエンディングとかないの？来ました、制覇しましたよ。あ、なに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 、エンディング？びっくりした、もう固まったかと思った。あ、あー来ました、終わった感動だ、終わった、クリアした、一息つきよう、ちょっとウーロン茶飲もう。いやー長かったー、こんなに難しかったっけなこのゲームね。2周目ででもクリアできたからよかったな。 いいゲームだこれ、ほんと世界一なったか。もう6年目で諦めてたけどな。で、あの11人 FA で次の年は8人ぐらい FA、 よく乗り切った。いや、やっぱドラフトが良かったな。ドラフトじゃないや、トレードがうまくいったって感じだな。これ OB 選手か、結構選手多いよね。小林茂とかいたんだね。駒だね。あ、斉藤明夫とかもいたんだ。鈴木刑事欲しかったな。高木豊とかもいいね。あ、長池ね。あと長嶋さん、あ、欲しい。あと中西太志も使ってみたかった、最強。あと野村、いい捕手。東尾、平田、あ、平野、あ、やっぱふくらそうだね、いるもんね、うちにも。松永欲しいね。美濃田浩二、パワープロでお世話になったな。え、なにこれ、あ、ちゃん、あ、そっかそっか、 OB 外野、あ、 OB 外国人も出るんだね。でも少な、あんまりないね。いやー、ちょっとエンディングがしょぼいのはちょっと残念だけど、クリアしたね、よかった。もう10年やり直しかと思ってたからさ、ほんと。やりきったー、最後セガのログが出ておしまいと。さあ、玉吉くんありがとう。君には失礼だが、まさか本当につくづく感服させられる。ところで話があるんだがいいかね。実は君の腕を聞きつけて、他の球団のオーナーたちから君への誘いの声が後を絶たないのだよ。そういうことね、こうやってパターンがあるのね。タイガースから、俺タイガースやらないよよし、では皆さんありがとうございました。やっと終わることができました。で次は、野球つく3を、まあ1個もう上げてるんですけど、これからどんどん野球つく3をやっていきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。ではまた会う日まで、さよなら。